急に承諾余儀なくされた。よそんなにしてなかったラストシーン、私の一大事の日もスクランブル、こうせでは流れてゆく。いつか満たしてまとう見てるまるでデザブ、期待外れありふれてて平凡なんてことない。失礼はなし、もっちゃうわキャッチコピー。登りとつまずく、そんなの常識また立てばいい。痛くたって受け入れるの、余計なグリアリティ。中二と色のシナリオがある、誰もが皆未来の主人公。別れは次の出会いを予感させる、いわば予告編の予想像。耳を任せ、ライブなんですけど、はい、多分ね知らない方いっぱいいらっしゃると思うので自己紹介していきたいと思います。はい、はい、19歳の浅井カレンです、よろしくお願いします。はい、同じく19歳の堂園美穂です、よろしくお願いします。はい、じゃあねちょっとここでね告知をしたいと思うんですけど、はい、今週の日曜日、1月20日のね、はい、日曜日なんですけど、京橋ハークさんで一部二部出演させていただくんですけど、はい、2部がね私たちの高校の後輩で、つむじ風ラピットっていうアイドルの一人、そうです、二川渚ちゃんのね生誕祭があるので、ぜひね皆さんお祝いしに来てあげてください、よろしくお願いします。はい、また私たちのねツイッターで詳細分かり次第アップするので、ぜひねデビルエンジェルって調べてくださったら多分出てくると思うので、チェックしてフォローしてくださったら嬉しいです、よろしくお願いします。